川崎 O-1O-1 は川崎重工業によって製造された陸上自衛隊の観測ヘリコプター。陸上自衛隊では愛称を忍者としているが、機体のコールサインであるオメガも愛称として使われている。O-1 のモックアップ空中より情報収集を行う観測ヘリコプターは長らくヒューズの O-6 回ユースであったが、さらなる機能向上を目指して、 新型機動入が急がれた。防衛庁による選定の結果、川崎重工業が主契約会社となり、富士重工業と三菱重工業が協力するという形で計画が始まった。総組立てや主要部品を、川崎、中部動体を三菱、エンジンを三菱、後部動体その他を富士が担当している。 以前から川崎では実用ヘリコプターの国産化に意欲を示しており、すでに設計準備の段階を終えていた。また、三菱も先行して、国産ターボシャフトエンジン TS-1 の開発を進めており、計画が始まったのが1992年。設計開始は、翌1993年だが、1996年8月6日に、初飛行という異例の速さでの完成を果たした。 4機の試作ナス -1 は、川崎での車内飛行実験を経て、翌1997年から陸上自衛隊で正式採用され、O-1 となった。実用試験が行われた後、2000年に量産1号機を納入した。以後、年間3から4機のペースで調達していたが、平成16年、新防衛大抗以後は1から2機となっており、 平成二十二年度予算での四機の調達を最後に、量産機三十四機試作機四機で調達を終了した。当初は二百五十機を導入する計画であったが、偵察機としては一機あたり十九から二十五億円と、高額なことから三百十機を調達した大マイナス六を代替できなかった。二千十五年に事故とエンジン等の不具合の判明により前期飛行停止措置が取られ、 三重県明野の中ン地の飛行実験隊にて、信頼性の向上及び新装備採用のための飛行試験を実施。不具合原因の調査及び対策措置の実施が終了し、2019年3月1日より飛行再開。観測ヘリコプターは、日本領土に進行上陸した敵を低空から偵察し、地上攻撃部隊や戦闘ヘリコプター部隊に、 最新の情報を提供、戦術を支援する機体である。このため、敵に気づかれない溶穀低空を高速で飛行する、隠密性と速力、敵に気づかれて攻撃された場合も、情報を完全に伝えるために高い生存性を求められた。最前線での生存率を高めるため、機体は R-1S にも類似した重列複座式のコックピットを採用して、 胴体を細くした。レーダー反射面積を抑え、目視非発見を避けるとともに、前方から射撃された際の悲鳴中率を下げるため、胴体幅は概ね1メートル以内に抑えている。搭乗員の生存率を上げるため、座席部分は走行化され、防弾ガラスを採用した。また、油圧計や操縦計は全て二重になっている。 メインローターは4枚ブレードであり、川崎が開発した無関節のローターハブを採用し、操縦応答性の向上を図った。ローターブレードは12.7ミリクラスの銃弾にも耐えられるガラス繊維複合材料を使用している。ローターハブ構造が評価され、開発チームは1998年に AHS インターナショナルより優れた垂直飛行技術に与えられる。 ハワード・ヒューズ賞をアメリカ以外のプロジェクトで初めて授与された。テールローターは8枚ブレードで低空飛行時に樹木などと接触する危険を減らすためにダクテッド方式を採用。ブレードは騒音を抑えるために不等間隔に配列している。この方式は普通、アエロスパシアルの特許であることが OX 構想当初の懸案であったが、 実機の製作段階で特許の期限が過ぎたため、無料で使用できることとなった。観測中に静止するため高性能な姿勢制御装置を搭載しており、パイロットは空中で手を離していても自動でバランスをとってホバリングしていられる。ローターハブがヒンジレスのため機動性も高く、ヘリコプターでは珍しいループやロールなどの極技飛行も実現している。 作的サイト観測機として最重要能力である、偵察機構は、後部座席上部に設置された作的サイトである。R-1S や R-64D が、機体先端に設置されているのに対し、O-1 はコックピット上部にあるため、敵から見えない木陰などに身を隠して偵察できる。サイトは、赤外線センサ、可視光線カラーテレビ、 レーザー距離測定装置が一体化したもので、敵上陸地点を昼夜問わずに監視できる。偵察で得られた情報は、リアルタイムで情報を送ることはできず、基地に帰討してから VHS に変換され始めて、情報を精査することができる。現状では、リアルタイムに情報を伝達する手段としては、無線による音声通話のみである。コックピットは2機のカラー液晶多機能ディスプレイと、 ヘッドアップディスプレイで構成される。また、コックピットには任務適合性の高いアビオニクス統合システムを採用した。左エンジンエンジンは三菱重工業が開発、製造した TS1 から10ターボシャフットエンジンを2機搭載している。1段圧縮機と1段出力タービンで構成され、出力は各884軸張り機である。 三菱と技法により定期修理間隔を延長するフォローアップ研究が行われ耐久性燃料消費率が向上し出力も九百九十軸馬力になった t s 一から十 a が開発されている詳細は t s 一を参照十一式対空誘導弾と増装を装備したハードポイント偵察が主目的であるため軽量化を優先し機関砲等の 固定武装は搭載されなかったが、胴体両側のスタブウィングにハードポイントがあり、自衛用として91式携帯値、対空誘導弾発射器を2機収めたケースを左右2機装備することが可能である。スタブウィング下には、増装の搭載も可能で通常は2機を装備しているため、91式対空誘導弾は最大で4発しか搭載できない。O、1の ライフサイクルコスト低減のため、2001年から2007年の間、簡素化ヘリコプターのフォローアップとの事業名で、タイエロージョン工場ブレードと運用コスト、低減化エンジンについての研究が行われた。タイエロージョン製工場ブレードについては、平成19年度以降に納入された O-1 に適用済み。また、2008年以降に補い用分として、調達を予定。 運用コスト低減化エンジンについては、平成21年度以降の新造エンジン契約、及び平成22年度以降のオーバーホール契約時に、回収したエンジンを蓄字 O-1 に搭載することが予定されている。2005年には、翌年導入の R-64D と連携を取ることを目的とした。 観測ヘリコプター用戦術支援システム搭載の O-1 試作機が登場した。このシステムは R-64D が持つ領域とのデータリンク能力を活用するもので、機上での C4I 能力の向上を図り、地上式種や R-64D との情報共有と陸上戦闘の戦術支援判断を可能となる。システム搭載の、o、のスタブウィングには、 データリンクポッドが装備される。システムは2002年より防衛庁技術研究本部が開発しており、この O-1 改めは、機上での情報分析、作戦計画の作成、状況の把握などができ、また、ヘルメットバイザーには、各種情報を統合表示することで、偵察ポイント、飛行経路、敵味方の識別などが可能、山がちな日本の地形を考慮し、 電波障害を受けないデータリンク能力も持ち合わせている。これにより、O-6 と R-1S の組み合わせでは実現できなかった非常に高度な作戦が可能となっている。平成22年度に防衛省は、平成23年度平成29年度までに、O-1 か UH-1J をベースに、UH-1J と同等以下の調達価格で、 長距離洋上飛行での安全性、速度、航続性能を大幅に高め、高温、高標高領域での超低空飛行が可能な、新多用途ヘリコプターを、国産開発することを決定した。平成24年3月に防衛省は、O-1 をベースに、新多用途ヘリコプターを開発することを正式に、決定し川崎重工業に発注した。 平成27年度までに試作を終え、平成29年度までに試験を完了、平成27年度から量産を開始し、平成29年度の試作機テスト完了と同時に、量産機の部隊配備をはじめ、開発費用は7年間で280億円、140機生産の倍1機約10億円を見込んでいた。しかし、2012年9月、防衛省と関連企業は、 次期多用途ヘリコプターの開発、納入計画をめぐる談合が行われていた疑いが強まったとして、東京地方検察庁特別捜査部の家宅捜索を受けたことが判明した。その後防衛省は、同談合疑惑に関与した左官級幹部に対する告発状を同地県特捜部に提出した。特捜部はその後の調べで容疑に関与した幹部自衛官が、 川崎重工に対し競争相手の内部資料を漏洩させるなどの事実を突き止め、容疑者も任意の事情を聴取に対しこれらの事実を認めたことから、関西談合防止法違反罪で刑事処分するとしていた。最終的に2名は略式起訴に止まったが、2013年1月11日に UHX 開発計画の白紙化と川崎重工との契約解除が決定された。 防衛省は2013年7月30日、同団合に関与した職員に対する懲戒処分を行うとともに、翌日には川崎重工に対する2ヶ月間の指名停止措置を行うことを発表した。2014年4月29日、防衛省は UHX を民間機の転用案に変更、事実上の計画中止となった。 最終的に新多用途ヘリコプターについては2015年7月にベル 412EPI を元にした富士重工業とベルヘリコプターの共同開発機が選定されている。公開されていた予想図ではメインローターが5羽に変更されキャビンが汎用ヘリ型となっていた。エンジンは TS-1 より発展した XTS-2 から10または 外国製エンジン2種のいずれかを搭載する予定であった。XTS2 から10は2006年より TS1 の出力を増強するヘリコプター用エンジンの研究という名目で三菱を主契約企業として行われているもので TS1 の燃費を向上させるとともに圧縮機と出力タービンを二段化することにより 1300SHP に増強できるとしている。詳細は UHX を参照は 64D の調達が13機で中断されたため、防衛省では新たに別機種の導入を含めて見直しする方向で検討を行っていた。防衛省では UHX の開発がスケジュール通りに進んだ場合 O-1 をベースとした偵察戦闘ヘリを開発する構想を日本を中心に検討していたが、 完成談合の事件により UHX 自体が白紙化事実上の廃案となった。予定では2015年に開発に着手して、翌年2016年に本格的な開発段階に移行、開発完了は2018年中頃を見込んでいた。詳細は RX を参照陸上自衛隊の2018年3月末時点の固有機数は37機。 飛行実験隊の O-1 陸上自衛隊、航空学校開発実験団北部方面隊、東北方面隊東部方面隊中部、方面隊西部方面隊2015年2月17日、和歌山県白浜沖で訓練中の1機が、緊急操作訓練のため、エンジン1機をアイドルにしたところ、もう1機のエンジンが破損して海上に不時着し、水没する事故が起きた。 機体は水没したものの、乗員2名は海岸まで泳ぎ着き、無事であった。この O-1 は、八尾中東地所属の機体で、同日は南紀白浜空港で離着陸の訓練を行い、その最中にエンジントラブルが発生した。この事故を受け O-1 には飛行停止措置が取られた。水没した機体は2月21日に引き上げが実施された。 2015年6月26日、防衛省は事故原因が判明したため対策が完了次第飛行を再開すると発表した。事故原因は新品のブレードとディスク同士が高温、高圧で接触することで稀に発生する固着によって接触部に予期せぬ負荷かかり高圧タービンブレードが疲労破損したこと。 上院がアイドル状態のエンジン出力を回復できなかったの2点であった。防衛省では対策としてエンジンの分解検査とシミュレーター等を使用しての緊急事態対応能力を向上させるとしている。2015年8月にエンジンに不具合が見つかり、前期について飛行停止措置が取られた。一部の機体を回収して飛行試験を行っているが、 前期の改修や飛行再開は今後の検討課題である。なお、2019年3月1日に飛行停止措置は解除され1機が飛行試験を継続している。新ゴジラキサラズ中トンチ所属機が登場。第3形態のゴジラを攻撃するため、同じくキサラズ中トンチ所属の R-1S 対戦車ヘリコプターと共に、 品川区上空へ出撃するが、逃げ遅れた住民を攻撃開始の直前に発見する。その後、第4形態に達したゴジラの東京都内侵入を防ぐために行われた B-2 号計画、束作戦に投入され、攻撃を行う R-1S や R-64、D 戦闘ヘリコプターなどの弾着観測と戦火確認を行う。 戦国自衛隊1549日本映画初、登場。極秘実験中の事故で戦国時代へタイムスリップした第三特別実験中隊を救出するため現代から1549年に送り込まれたロメオ隊にコールサインオメガ1とする機体が配備される。作中では戦国時代に到着してすぐに周辺状況の確認のために飛び立ち、 加えて、アンモさんの偵察飛行を行うが、その最中に、天道州からの対空ミサイル攻撃を受けてしまう。ブルーシード第23話に登場。植物に覆われた東京上空で、避難命令のアナウンスを行う。ガールズパンツァー劇場版霞ヶ浦駐屯地所属機が登場。蝶の網一刀陸位が、熊本の西中華に赴く際に登場する。 学園目視録ハイスクール・オブ・ザ・デッド漫画アニメ版に登場。漫画版ではショッピングセンター屋上に立てこもる生存者たちの救出活動にあたる。また 30mm 機関砲を装備した架空の派生型も登場している。アニメ版では第1話にて主人公たちが通う高校の上空を通過していく。正解する角アニメ版にて物体、 角を観測する自衛隊機としてたびたび登場。ナルタル漫画アニメ版にコールサインバーバーバーとする機体が登場。陸上自衛隊が R-1S の架空の発展型であるコブラプラスと共に竜の子の捕獲作戦に投入する。この機体はメインローターマスト長部にロングボーレーダーに似た円盤系レドームを搭載している。 アニメでは91式系対空対空誘導弾で攻撃する。ベルゼバブ百234話に登場。異常事態に陥った石山高校周辺を偵察飛行する。オーパス、ローズダスト東部方面航空隊所属機が登場。テロリストグループ、ローズダストによって、東京中に仕掛けられた T-PEX を捜索するほか、攻撃を行うマイナス1 s の指揮を取る。 ゲート自衛隊彼の地にて各戦い入り、小説、漫画、アニメ版に異世界特地へ派遣された自衛隊の装備として登場。異世界の地図を作成するため地形や村を上空から撮影するほか、作敵や弾着観測を行い攻撃部隊を支援する。また、漫画版では2連装空対空誘導弾ランチャーではなくロケット弾ポッタを搭載した。 架空の派生型も登場する。ゼロの迎撃東部方面航空隊所属機が登場。東京に潜伏した北朝鮮特殊部隊を捜索する。続、戦国自衛隊戦国時代へタイムスリップした自衛隊の装備として登場。関ヶ原の戦いに投入され、弾着観測や敵陣偵察を行う。また、作中では、 両翼のスタブウィングにロケットランチャーを搭載可能という設定で、これを搭載した O-1 による東軍本陣の徳川家康への空爆が計画される。飛難のありや生徒への所有機として登場。ジャックされた東海道新幹線、のぞみ246号の車上に、歴を送り届けるため出動する。ピノキオ九州佐渡ヶ島で、 R-64D と共に紹介飛行を行う。ルントルーパーズ自衛隊漂流戦機に世界へ飛ばされた自衛隊の装備として登場。所属は陸自だが、架空の出雲型護衛艦、ヤシマに搭載、運用されており、フィルボルグ継承帝国の竜騎士たちと空中戦を繰り広げる R-64D を地形や 敵の位置などの情報収集のための偵察や敵へのヘリファイア誘導レーザーの照射などで後方から支援する。ウォーゲームレッドドラゴン自衛隊デッキにマイナス1忍者の名称で登場する。外貨の合法へアランドフォース平行世界の戦後日本において関東地域を実行支配し、外国勢力とは無縁である自由解放軍の機体として登場。 プレイヤーも購入して使用できる。大戦略シリーズ日本の基本装備として組み込まれている。ありがとうございます。